レセコです。2023年4月のアメリカ出張後編の LA お仕事のお話で、ナームショーアテンドのお話です。 LA での食事やわずかながらのプライベート時間は別動画にまとめます。フリーウェイをひた走りアナハイムコンベンションセンターへ。ナームショーはエレキギターやエフェクター類はもちろん、各種楽器に音楽ソフト、そして最先端のステージエフェクトまでとても賑やかです。外のステージではビッグネームミュージシャンの演奏もございます。今回の会期は3日間で、最終日の3時頃までアテンドしました。実はこれでもまだコロナ禍の縮小開催で、次回から元の状態に戻るとのことです。縮小開催であっても、日本で参加した楽器の展示会よりも規模は広大で、来場者の数もとても多く感じます。ショーが開催されました。弊社の代理店の皆様の接客説明がとても自然で、さらに上手なのです。まるで展示会接客マイスターの日米チームです。そのスキルを分けていただきたいくらいです。ですので、たくさんの方々が次々にコマナイの S をお試しくださります。会場内では様々な出展者さんや来場者さんと出会い、お話ししたり、知らない方々と一緒に裏でホットドッグを食べたりなど、仕事の展示会ですが、とても楽しく賑やかな音楽が作り出すフィリングと相まって、不思議な時間が流れていました。そんな中、ものすごいオーラを出しながら、何十人も欧米の方々をまるで取り巻きのように決めた、ただ者ではない日本人らしき男性が通りかかります。弊社の代理店の社長様が、その男性とは顔見知りのご様子で、お互い英語で、この椅子はギターにもいいから試しに椅子に座ってみて、椅子も工事と同じジャパニーズだよ、製造元の社長さんも今いるよってやり取りをされておられて、その謎の男性が Yeah, this is good. And what? Is this Japan made? Really? と言われた後に、こちらに来られて、いや、はじめまして、この椅子日本製なの？これは演奏にとてもいいね、僕は工事だよ、よろしくね、また後ほど必ず連絡します。それが私と浩二さんとの出会いでした。会場内では本当にたくさんの方々が弊社の椅子をお試しくださいました。本当にありがとうございます。とても良いとの評価も誠にありがとうございます。日本国内であっても海外でも、数ある椅子の中から弊社の椅子をお選びいただき、ご購入いただいたユーザー様を誇りに思います。 USA でもご購入可能ですので、お気軽にご購入ください。ありがとうございます。